こんにちは、花城ココアです。今日はじゃーん、コストコの新商品サムギョプサルを食べたいと思います。ココチューブ。このサムギョプサルはお惣菜売り場のところに売ってるんですけど、どうやら新作だそうです。ここにたくさんお肉があって、でなんかねタレがついてる感じですね。全部で 1500g 入ってます。だから結構重い。サムギョプサルって新大久保に行って食べたりとか、お店で食べたことはねあるんですけども、自宅でやるのは初めてです。今回も大好きなホットプレートを準備したので、これで焼いて食べていきたいと思います。だから今日はサムギョプサル祭り。では早速焼いていきまーす。ココチューブ。見てほら、すごいのよ。お肉と玉ねぎがあって、もうね漬け込んであるらしいです。これがねサムジャンっていう味噌ですね。これをつけて食べるそうです。じゃあ焼きまーす。おーすごい。こう焼けばいいのかな。結構長細いね。もうね味付けがしてあるから、すごいいい匂い。うわー、3枚ぐらい焼こうかな。豚でね油がすごいからね、結構跳ねますね。あと玉ねぎね、これも焼いて、じゃーん、お野菜も準備しました。これも焼きます。今回はピーマンと人参と豆もやしです。めちゃくちゃいい音。うん、あとねキムチも焼きます。キムチがないと始まらないですもんね。もう焼いてるそばから楽しみなんだけど、あ、そうだ、このサムジャンってやつね器に入れときます。すごい量なんだけど、こんな使う？お肉が焼けてきました。ひっくり返します。うわー、いやー、いいですね。なんか真ん中の方が火力が強いらしく、真ん中だけ焼けてる。待って、煙すごいんだけど、これ大丈夫かな。家中臭くなりそう。もうこれは匂いでご飯が食べられる感じ。うーん、我慢できない。のんびりふんわり白ビール。もう匂いでやっちゃいましょう。それでは乾杯。いやー美味しい。これね白ビールだから、すごいマイルドだから、ビールがねあんまり得意じゃないとも飲みやすいと思います。美味しい。焼肉って焼いてる間が待ち遠しいですよね。まだかな。サムギョプサルだから結構焼いた方がいいと思うんですよね。そろそろいいかな。ハサミで切っていきます。チョキチョキ。大きめに食べたいから大きめに切っちゃう。おー、いいねいいね。今回使ってるねホットプレートがね穴あきのホットプレートなんですよ。だから油が下に落ちるの。油が落ちるとねカリッカリに焼けるからいいですよね。できたー。そしたらこれをじゃーん、サンチュとエゴマとカイワレを準備したので、これで包んで食べたいと思います。この瞬間を待っていたよ。サンチュにエゴマ、お肉、キムチ、お味噌、これを包んで、待って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 、熱い熱い熱い、焼きたてだから熱かった。いただきます。うん、やばい、最高。これお肉だけで一回食べてみますね。うん、お肉だけでも美味しい。うん、脂が乗ってる。やっぱねこれはね脂がね美味しいんですけど、さっぱりとさせるためにサンチュは必須ですね。豆もやしとお味噌。うん、もうめちゃくちゃ美味しい。これかいわれ包んで、美味しい。お肉がね脂っこいのにね、お野菜で包むことによってなんか急にヘルシーになった気がしますよね。美味しいもの食べた時に、あーこれいくらでも食べれるっていう表現があると思うんですけど、これはガチでいくらでも食べられそう。エゴマがスースーする感じだから、すごいさっぱり食べられちゃうんですよね。ピーマンも食べよう。うん、ピーマン美味しい。ピーマンにお肉を詰めて、ピーマンの肉詰めかっこサムギョプサルバージョン。最高でしかない。じゃあ次はエゴマオンリーでいこうかな。
エゴマってさ、もう焼肉を食べるために生まれてきたようなもんですよね。すごい合うの。もうこのままも食べちゃおう。私の中でこのピーマンのね、肉詰めが大正解って感じ。焼いていこう。ここチューブ。すごいですね。たくさん入ってますね。ほい。じゃあ焼いてる間にアクアのビール。パッケージのインパクトがすごい。普段は怖い悪魔たちも美味しすぎてついつい飲みすぎてしまう悪魔のビールです。ホップのトロピカルな香りとしっかりとした苦味が楽しめる赤色のビールに仕上げました。色も赤いらしい。どれどれ。ああ本当だ。確かに多少赤っぽいけど、どっちかっていうとなんか紅茶みたいな茶色の色味ですね。これは初めて飲むビールいかがでしょうか。悪魔のビールっていう名前から想像できないぐらいフルーティー。美味しい。頃に新宿で働いてたんですけど、新宿と新大久保って歩いて行けるんですよ。だから仕事帰りとかに上司にね、新大久保の韓国料理屋さんとかで連れてって行ってもらって、ここで初めてサムギョプサルをね食べたんですよ。もう美味しくてびっくりしましたね。当時まだ新大久保が今みたいにね、映えのスポットとかチーズハットグとかそんなの全然なかった時代で、個人経営でやってる韓国料理屋さんが多かったんですよ。だからその当時はね、今と違って華やかっていうよりも薄暗いようなイメージがあったんだけど、もう裏道入るとね、美味しいお店がたくさんあったんですよ。で、もちろん私サムギョプサルも美味しいと思ってハマったんですけど、それよりもね、ポッサムっていう豚肉を茹でて野菜でくるんで食べるみたいな料理があるんですけど、それにすごいハマって、週に2回ぐらいはね、新大久保でね、ご飯食べてましたね。当時はまだ若かったから、もう朝まで新大久保で飲んで、で、朝に歌舞伎町の銭湯に入るみたいな、そんな生活を送ってましたね。今は8時過ぎたらもう外に出たくないですもんね。その頃の私は8時になったら外出てましたもんね。若いって素晴らしい。今の話聞くとさ、めちゃめちゃ陽気じゃんって思うんだけど、全然オタクだった。集まるメンバーもみんなオタクだってね。12月25日のクリスマスになった瞬間に、ときめうのキャラクターがね、起動ボイスでメリークリスマスって言ってくれるんですよ。それを聞くだけにみんなで居酒屋に集まって聞いてキャーキャーしてましたもん。だから結局オタクこの間の動画でさ、最勇気の三蔵様が好きだっていう話をしたらさ、結構共感してくださる方がいて、すごい嬉しかったもん。青春のオタク時代を思い出した。じゃあそろそろ切ろうかな。もうやっぱり大きめに切っちゃう。焼肉とか鉄板系のものってさ、焼いてる時間が長いからさ、その分お酒進んじゃいません？もう匂いで飲めるじゃないですか。しかも今日は飲みまくっちゃいそうだ。ほい。そろそろいいかな。パンチュに乗せて、玉ねぎ、キムチ、このお肉の単体だけで言ったら豚の味噌漬け焼きみたいな味ですね。もっと葉っぱ類たくさん買ってくればよかったな。すぐなくなっちゃう葉っぱが。ピーマン、産地の減りが早い。肉詰めインキムチ、あー美味しかった。はい、では第3弾も焼きます。だいぶお腹いっぱいになったので、今回は2本にしたいと思います。これでラストにします。じゃあね、ラストはさっぱりしたいので、ストロングゼロをいただきます。乾杯。
チがね、これでラストなの。お肉入れられるだけ入れよう。お肉4枚入れた。味付けが最高でした。ついついお酒が進んじゃう味で、おつまみにもぴったりですし、ご飯と一緒に食べてもとっても美味しいと思います。皆さんもコストコのサムギョプサルでサムギョプサルパーティーをしてみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。こっちゃりレイドが出ながら俺はいない。